お疲れちゃんスラッです。今日ですね、なんとバランス調整が来ましたんで、新会議を早速ねやっていきたいと思います。でバランス調整の内容はね、ここに出てますんで、ここからちょっと確認してほしいんですけども、まあ今日ね、今回使うのはギャングが入った、はい、枯渇デッキをやっていきます。でギャングはね、やりゴブが2体から3体に増えました。でこれは前ね、もともとギャング自体6体だったんですけども、なんか強すぎたってことでやりゴブ減ったのが今回戻ったよって感じですね。はい、ということで、まあ、ここ最近流行ってる枯渇のスケルトンですね。はい、スケの枠をギャングにしたバージョンでやっていきます。まあ、当たり前に強いやろって話ですね。てかなんなら前シーズンとかめちゃ強でしたよ。めちゃ強だった枯渇が、まあさらに強くなったんじゃねえかということで、やっていきましょうか。で、LSP でやってたんですけど、まあ、ギャングって結構なんだろうな、まあ、ヤリゴブリンかな、ヤリゴブがスケラウキに強かったりとかで、あとはコウモリも処理できたりとか、そう、意外とこのギャングのこの背中の槍ってそこそこに優秀なんで、まあコウモリとかも処理できるし、 LSP になる必要もないかなと思いアイスピにしました。さあ今回の相手は分かりません。キョスケ、マジアチャだったら嫌ですね。まあもう嫌です。マジアチャじゃねえけど嫌ですね。はい、ということで、まあ枯渇デッキの嫌いな嫌なね、やつらが来てしまいましたが、背中ぐらいでこれあんまゴブリンならんといてほしい。よいしょ。さあキョスケ、ザッピー、マザニク、ロイ、じゃあ、いやポイズンだな、ポイズンなのでスケラかな、いやわかんねえな。キョスケ、キョスケ、いやわかんないですね。うん、まあまあとりあえずウッドもマザニクもあって、枯渇がちょっと刺さりにくくて嫌だよねっちゅう話ですね。いやわかんないですね。スケラっぽいけどな。うん。刺すスケラっぽいけど。さあ、そしてここ最近はナイトの採用率もちょっと高い。このナイトもね、なんか一歩間違えてればさらに強化されてたんで、そう考えると強い。なんならもしかしたら、なんかサーバーの問題上できなかったみたいな感じらしいので、ナイト強化ゴブリン4体とかはいずれ来る可能性は結構高そうですけどね、できるなら。さあとりあえず、うーん、スケラっすね、さすがに。うーんいやーロイなのか、一緒悩んでるが、まあさ、大砲置いちゃっていいんじゃない、結局回転早いし。さあ大砲強すぎ、ポイズン打たれるかな。で、まあ、ギャング出してもいいんですけど、今回相手マザネクなんで、まあ、無理に出す必要もねえし、なんならキング起動してくれたんでスケラではねえか。スケラだったらもう終わりっすよね。さあ大砲置いて、またギャングのいいところっていうのはね、火力がそこそこ高い、まあ、ゴブリンの火力が高いので結構ダメージはね出せれます。なので前のスケ型よりは、まあ、回転は落ちるものの、その高火力面で考えるとちょっといいのかも。ジャイとかをね溶かしたりとか、ロイジャイとか溶かすのとかも優秀ではある。さあとりあえず相手もしかしたらロイジャイすらいないかもしれないですねマジでわかんねえんだけど、なんかいなさそうな香りしてないですか。キョスケスケキンになった。ロイジャイがスケキンにな、キョスケになっちゃったみたいな。そんなことねえかさすがに。さあ大砲マジで最強。なんならこう飛んでもらってもいいな。さあキング起動してるので全て何でも抑えれちゃう。しかもこのギャングの安心感といい、スケラとか撃たれてもね、ギャングボーイできちゃう。さあロケット打って69は何圏内なんだ。さあ一旦バレルも飛ばしとくか。さああれウッド圏内なのかな、ウッド圏内ではないがロケ圏内なので、さあロケ打って勝ち。さあさあさあというわけで、まあギャングね、陸受けとかスケよりは優秀、まあ縦線でいいじゃんっていう話になるんですけど、まあ、やっぱ時代はね、大砲、あてか大砲加砲されてたわ、そういえば全然気づかんかったっすわ。そう大砲も今回一応加砲されてて、 HP かな
さあヒットポイントが 8% 下がってます。まあ今使ってた感じ、まあどうだろうな、あんま分かんねえけどなあんま分かんねえけど、バルーン一発耐えてくれるならもう何でもいいみたいなとこあるよね。まあでも強いて言うならババコヤがね、今回バランス調整で、まあ、リワークなんで僕まだ触ってないんで強化か下方かっていうのははっきり言えないんですけど、まあやっぱコストが7コスから6コスになるっていうのはやっぱクララ上もうあるあるなんですけど、1コス下がったカードって基本的に使われるんですよね。例えばボーラーももともと6コスだったのが5コスになって、まあそこそこに使われるようになったとか、あとボンバーも3コスから2コスになったし、多分俺の記憶があのねじ曲がってなければとか、あと何かあったかな、なんかいろいろコストがなんか定期的に下がるんですけど、ユニットの弱いやつね、そういうやつらってねみんな強くなってるんですよ。だからトリトンも4コスだったな、ゴブリンバレルも4コスだったな、そう3コスになって優秀になるとか、1コス下がってエリジャイムか7コスになって、まあ元々強かったけど今も強いよねみたいなのが多いので、その理論でいくとババコヤもまあ普通に使われると思いますね。うん、でそのババコヤに対してはボムタワーがねめっちゃ優秀なんで、まあ大砲も下方されるし、施設枠としてボムタワーが今後増える可能性は結構ありそう。まあ枯渇とかだったらね、これだったら別に大砲でも良さそうな気もするんですけどね、ボムにするぐらいならテスラでもええやん、インフェでもいいやんっていう話も、まあ、あるが、高回転デッキによってはよいしょって感じかな。さあこれなんかええ感じに受けれねえよ。お、あーはー、マザネク、待ってマザネクやばい。さまさかのマザネクスパーキー、ギャングが増えることを見越してのマザネク採用ですけど、相性がいいことに変わりはありません。はい、まあさすがに苦しいんじゃない、このプリンちゃんがマジ。さあそしてギャングと、まあザップをね撃たれたらって撃ちたいだろうな。ああ撃ってきた。さあさあ一旦止めて、痛いウッドまで使っていく。あとゴブリンバレラ投げ毒投げる、ロケットもタワーに当たりそう。さあでこのプリンは何で守ってくるんでしょうって話ですね。ちょっと許容大砲にしよう、大砲削られるの嫌なんでね。でこれはしっかりマザーネクロに対してナイトで処理してあげれば、まあ、事故るいわしね。いや強え、これはまあコメント欄でもあるでしょう、相性です。はいギャングが強いんじゃありません、相性です。はい、まあ、スケでも勝てますと。よいしょ、さあまあギャングだと何がいいか、まあ単純にギャングの方がいい、いや何がいいんだ、マジ火力としか言えないっすね。いくいけ、回転率がやっぱ落ちるけど、うん、やっぱ枯渇すればねギャングだったんでね、こっちの方がしっくりくるっていう方も多い気がするね。まあ枯渇のねこの陸池の枠は争いですからね、縦線ギャングスケルトン、さあどれにするっていうとこで、あー後ろ向いちゃう。さあうん珍しいジャイダクネディガーとかかな、珍しいデッキが来ちまいましたが、まあ縦線にするぐらいならスケでもいいのかなと思うんですけど、縦線のメリットとしてはまあなんだろう、クエイク耐えれるとかだよね。ギャングってやっぱクエイクでいかれちゃうじゃないですか。さあこれあのギャングの強みでもあります、ナイトギャングめっちゃ強いっていう、変なの出てくんない、変なの。さあこれナイトスケだとねなんかザップだけで抑えられたりとかいろいろ変わると思うんですけど、このナイトギャングは火力めっちゃ高いんで、なんだここにゴブリンバレルとかつなげてあげるとそれはそれでね、あのキングにねめちゃくちゃプレッシャー与えれたりとかもできます。これですね、これもギャングの背中で処理してもいいんですけど、どうする、なんかでも無駄になるの嫌なんですね、ユニットが処理しとくか、ワンチャン、いやなんか残ってほしいな残りました、めちゃくちゃ微妙に残りました。さあこれ
プリンに対応したらゴブリンバレルキング飛ばしますか。あれセパレートしたいババっすよね、絶対失敗してます。さあ適当に投げて回収して、次これ相手ラバ出したら終わりっすね。ナイトギャングバレル超高回転で回してグッドゲームな気がするが、ケツダクネから入ってくるかな。ケツダクネもロケ打っていい気がしますね。ナイト好きだとねロケてかキングを狙うの難しいかもしれないですけど、ギャングだとねゴリゴリキング狙えんな、火力高いから。おおファイブを。さあそしてここにはいいか、あれ俺の読みが、あー確実にね、これロケまで打っちゃうかな、なんか削りたくね。ドヤンロケ当たれば幸せ、当たんなかったらピンチってやつね。冷静に、さあしっかりアイスピで固めて、やばいこれ危ねえ危ねえ。お今さインドラやってなかったらマジ大事故だったよ。さあ446です。まあウッドも添えて、なんなら端前プリンでもいいか。さあロッケ落ちるよね。オッケー。いやーちょっと危ないですけどね。インドラ事故がね、まあでもやっぱギャングはねザップ打たれやすいんでね、ウッド使ってくれたらまあゴブリンバレル刺さるよねみたいな、プリン残るよねみたいなんですけど、やっぱギャングに対して絶対ザップくるんで、しっかりこうギャング出してから安心と思ってると危ないですね。そうインドラ今みたいに刺さりそうになったりとか、陸系ちょっと足んなくなったりとかもするので、まあ、ギャングを出す際は絶対ザップが打たれると思ってしっかり次の陸受けとか、次どう対応しようっていうのを考えとかないと、やべえザップ誰だ陸受けね、リババぶっ刺さっとる、リババクソガイになっちゃいます。はい気をつけてください。さああのゴルナイはもう誘います。はい、あれなんでなんで今これ絶対キング起動だったんですよ。絶対ギャングだったらできてたかな、位置悪かったのかな、いやよくわかんないですけどなんか失敗したっす。さあエレジャイみたいなデッキですね、キング起動されるっすよね、もうちょっとされにくいところに飛ばしていけばよかったっすね。さあということで、遅延スキラーはちょっと薄いかな、ゴルナイオリ、うん、さあまあゴーレかエレジャイかみたいなところですよね。さあギャングくん、あれロケット打ちたいっすよね、打ちたいっすけど序盤は多分攻めた方が得なんすよね。さあタルー、まあ適当に回して、まあゴレかな、ムーとゴルナイベビーゴレっぽいよね。でえちょ待って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 、やばいやばい、今回のバランス調整でロケットのエイムが悪くなっちまった、痛すぎ。さあこれ端前これ来ると普通にやばいっすね、来るよな、まあ、来るっすよ。まあ、ゴルナイ。おー、ゴルナイ。ちょっと待って。やりすぎだぞ。さあ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 。ちょっとゴルナイの受けが下手くそなもんでごめんなしいな。ちょっと攻めたいよね。さあ、トレン使った。この内側はタルババをミスりやすいぞ。名誉すぎだろ。さあ同際に適当に合わせて行くよ行くよの構え、
行くよ行くよの構えで一旦ゴブリンバレル、さあそしてロケ打ってもよかったな、これ打っちゃおうか。ロケと多分ウッドぐらいで回ると思うんで、これ8枚ゴレ来ても間に合わないと思うんで、多分さあ事故が嫌なので、いやーアイスピック事故が嫌なので、俺の言ってること聞いてた？コルナイ。さあ446、446ってどんぐらいウッド2周だな、もう1回ウッドいるっすね。あはいさあゴブリンバレル、相手がタルババだったらタワーの両サイにね、今みたいに出してあげると、今みたいなねタルババ空振り1匹余りがよくあります。はい、逆に相手がローリングウッドを持ってる相手だと、タワーの前後にね1個ずらしてあげるとウッドが遅かったりウッドが前だったりでね、ダメージラッキー入るんで、まあ枯渇プレイヤー、まあゴブリンバレル使うプレイヤーは知っとかないといけないね、もう今じゃ当たり前になってきてますね。はい、さあなんかダクネちゃんになってますね、しかもホーム画面おしゃな可愛いダクネちゃんですよ。え、俺のスタンプが消えてる、何これ、お今読み込んでる、あバランス調整後でこれ何入れてたんだ俺、アーチャー、やべえ俺これ何入れてたかさ忘れたら失格だよね。いや可愛いやつだよね、ハートだ、あコウモリだ、コウモリの可愛いスタンプ入れてたっすねこれ。うわやべえコウモリどっか行っちゃった。おさあ枯渇対決、おお同じだ、ギャングだね、みんなやっぱギャングになったっすね。ちょ待ってやばい、あのこれ完封できます、本当は普通に定位置、定位置っていうのはなんか普通に後ろにポンってゴブリンギャング出せば完封できるんですけど、全然スタンプで頭いっぱいでしたね。さあ、まあ、あと8枚プリンですよね、嫌なの。あれロケ打ちたくなっちゃうな、やべ何この位置、おぶね今俺打っためっちゃ下手だったでしょ危ない危ない。さあちょっと今から追い上げたいですね、どう追い上げるかなんですけど、どうすればいい、まあ端プリっすよね、あとロケと、うまい人ロケ削りうまいっすよね、でもミラーあったらもうね何も変わんねえかな、バルキリーなのもちょっとやつよね、うん、ギャングで裏からの完封もあるので、そうロケをそれはないとケツから出したら撃つっすよね、みんなそりゃそうだ、さあこれ完封できないに痛いっすね、ちょっとさあこのバルキリもちょっとずるい、やべ枯渇対決負けそうだな、ロケ削り上手い人、このプリンセスをアイスピ使って残すんですよ、やべえ。なんかロケットの回数っすね、ギャングとウッドで耐えてロケの回数で勝つっすね、多分上手い人は。あれこれ追いつけんのか、
いやマジギャング強え。ロケットで終わんないかな。ロケ回したらワンチャン勝てん。おお。あれ？ロケのダメージ足りんかったもん一回。負けた？待って、俺バカでした。はい、ということで枯渇対決勉強してきます。まあギャング型ね、間違いなく強いと思うんで、まあスケ型でもね、それはもちろん強いけど、ギャングもちょっと入りそうなんでね、皆さんギャング育ててみてください。枯渇使ってね。ではお疲れ様でした。まだね。